攘夷は勘違い？西洋列強に日本侵略の意思はなかった？明治維新といえば、日本を植民地化しようとする西洋列強の思惑に対して、西郷隆盛や勝海舟、坂本龍馬のような偉人が登場して国論をまとめ上げ、徳川幕府を倒す形で日本を統一し、明治新政府を樹立した歴史上の出来事と解説されます。しかし最新研究では、西洋列強には日本侵略の意図はなかったと考えられているとか。だとすると、攘夷は勘違いだったのでしょうか。ちょっと考えてみましょう。西洋列強に日本侵略の意思はなかった？ズバリ。動画の本編に入る前に、長い動画を見るのが面倒という視聴者の方のために、この動画の内容を単純化して噛み砕いて説明します。 1. ペリー来航は捕鯨基地を求めたもの。 2. 日米和親条約締結、でも騒動は起きなかった。 3. 日米修好通商条約締結で幕府は初めて開国。 4. 開国とは制限貿易から自由貿易に転換すること。 5. 欧州開国の全滅と太平天国の乱で日本が重要市場になる。 6. 不平等条約で急激なインフレが発生、コレラなども流行。 7.生活苦による庶民の西洋人に対する怒りと幕府への失望が攘夷の下地になる。以上がざっくりとした今回の動画の内容です。ここからはそれぞれの項目を掘り下げて解説していきましょう。西洋列強は日本にあまり興味がない？200年以上も鎖国による貿易統制をしていた江戸時代の太平を破った人物が、アメリカ東インド艦隊司令長官のペリー提督です。しかしペリー提督の目的は日本征服ではありませんでした。当時太平洋でクジラを取りまくっていたアメリカの捕鯨船に石炭や新鮮な水、食料などを売るための補給基地を日本に置くように求めていたのです。当時の捕鯨船には蒸気船が出始めていましたが、石炭の補給のために各地に補給基地を設ける必要があり、太平洋に海岸線を向けている日本が絶好のポイントでした。太平洋のクジラが日本を開国に導いたのは一面の真実であったのです。この段階ではアメリカに限らず、西洋列強の領土的野心は中国にあり、日本は捕鯨基地を置くポイントでしかありませんでした。開国とは自由貿易のこと。事実、1854年に日米和親条約が結ばれた時は、日本では大した騒ぎは起きていません。そもそも江戸幕府は4年後の日米修好通商条約のように朝廷にお伺いを立てたりせず、独断で条約を結んでいるのです。それもそのはずで、条約の内容は木炭や食料、水の補給、それに遭難者の救助や居留地の選定であり、外国人の移動は拘束されないとはしているものの、行動範囲は下田で七里と限定的でした。外国人は下田と函館の居留地から決められた範囲でしか移動できないので、日本人の目にさほど触れることもなく、影響もほとんどありませんでした。この段階では江戸幕府は鎖国状態を緩和しつつも維持していたのです。しかし1858年に日米修好通商条約が締結されると、これは大きな騒動になります。それは日本が制限貿易を捨てアメリカと自由貿易することを決めた転換点だからでした。つまり開国とは鎖国という制限貿易を捨て自由貿易に参加することだったのです。おまけに日米修好通商条約は日本に不利な不平等条約であり、その不平等性に日本はその後何十年も苦しめられることになりました。開国と太平天国の乱。日米修好通商条約を皮切りに、西洋列強も日本と次々と同様の通商条約を締結します。西洋列強は居留地に領事館や商館を置いて日本の物産を調査し、お茶や海産物、そして何よりも生糸にビジネスチャンスを見出しました。その当時欧州では病気によって蚕が全滅状態でしたし、主な輸入先の中国では太平天国の乱が起きて混乱が続き、貿易は極めて不安定だったのです。こうして西洋における日本の重要性は急上昇。おまけに日米修好通商条約で結んだ日本の輸入関税が改正されて 20% から 5% に激減したため、安い海外の商品が大量に日本に入り込んで国内の製造業を圧迫しました。逆に日本産の生糸、
お茶、海産物は海外に際限なく輸出されていき、国内需要を満たせず品不足から価格は高騰。それが他の商品にも跳ね返り、急激なインフレが庶民を直撃します。それまで西洋人をのほほんと眺めていた庶民は、急激なインフレやコレラのような疫病に苦しめられ、西洋人に反感を持つようになりました。この開国による生活苦も上位思想に大きな影響を与えているのです。上位は勘違いだったのか。これまで見てきたように、西洋列強は中国とは違い、日本は市場として重要視していただけで、武力征服までは考えていなかったと思います。もちろん日本が内乱状態になれば混乱に乗じ、さらなる不平等条約を押し付けたり、軍事費を貸し付けて領土を割譲させたり、貿易の利益が大きくなるよう策謀した可能性はあります。しかし軍艦や兵員を送り込んで日本を征服しようとしたと考えるのは無理があるでしょう。では攘夷とは日本武士の勘違いであり、被害妄想であり、取り越し苦労だったのでしょうか。攘夷の最終目標は国家主権の確立。幕末の日本に吹き荒れた攘夷の正体は、日本を我が物顔で闊歩する西洋人への怒りが姿を変えたものでした。初期の攘夷は志士と称する武士階級が西洋人を殺害したり、領事館や商館を焼き払うなど、個人的な憂さ晴らしを超えるものではありません。しかもそのような事件を起こすと、西洋列強は事件の後始末を幕府に求め、多額の賠償金を求められたり、不平等条約が強化されるなど逆効果でした。そこで上位の志士は考え方を変え、開国を続けて西洋の進んだ政治や経済や軍事のシステムを吸収し、富国強兵を果たした上で幕府が結んだ不平等条約を改正し、日本に国家主権を打ち立てようと考えたのです。国家主権とは、国家がその領域内で行使できる排他的な権利のことです。上位志士は幾多の挫折と犠牲の末、外国の干渉を一切跳ねのけ、自国のことは自国で決めることができる国家主権の確立を目指しました。西洋列強による直接侵略の危機は薄かったとはいえ、押し付けられた不平等条約を改正する原動力になった攘夷のエネルギーは決して無駄ではなかったと言えます。幕末ライター川嘘の独り言。西洋列強に日本を武力で征服する意思はなかったのですが、日本に不平等条約を押し付けて自由貿易の名の下で不当な利益を得ようとしたことは否定し得ない事実です。それに対し、自国の利益を守り、国内の政治や経済に外国の干渉を許すまいと立ち上がってきた攘夷思想は維新の原動力となり、富国強兵の推進、日清日露戦争の勝利と、日本が世界に伍して国力を伸ばしていくのに大きく貢献したと言えると思います。